あんたが追いかけていた例のファイルのコピー、提供したのは俺らなんですけどね。貴様、これであんたはおしまいだ。死ねえ。秋山、秋山さん。くそ。おい秋山、秋山大丈夫か。秋山、秋山さん。おい秋山、どこを撃たれたんだ、大丈夫か。あ、どうした。奇跡やな。荒井、終わりにしましょう。宗像さん、やっぱり俺は金に縁があるんだな。金なんかもういらないと思ってたのに、最後は金に救われちゃったよ。やっぱすげえわ。あの人たちは。遅えな、いつまで待たせんだよ。やっぱ40超えると人間長話が好きになるのかね。すみません、お客さんでしたが。あ、どうぞどうぞ。あ、すみません、ここんとこずっと秘書の子がいなかったもんで。ダメなんですよね、自分一人だと整理整頓もできないみたいで。ほんと、私がいないと何にもできないんですね、社長は。え？君。ただいま、秋山さん。花ちゃん、どうしたの。花ちゃん、そんなに痩せちゃって。私も社長がそばにいないとダメみたいなんです。ずっとご飯が喉通らなくて。社長、私もう一回この店で雇ってもらってもいいですか。花ちゃん。
あ、そうだ。え？藩内の特選焼肉弁当あるけど、食べる？え？そろそろ花ちゃんが帰ってくるんじゃないかと思って買っておいたんだよ。そんなに痩せちゃったらお腹も減ってるでしょ？ね？社長、もうちょっとは綺麗になったねとか言ってくれてもいいじゃないですか。ああ、綺麗になったね。ダメ、全然実感こもってない。で、ああ、私が整理しておいた顧客名簿、どうしてこんなにぐちゃぐちゃになってんですか？なんでだろう。もう社長、どうして私がいないとこうなっちゃうんですか？で、花ちゃん、弁当いくつ食べる？たくさんあるけど。それじゃあ、3ついただきます。そうか、伊達さんも元の鞘に戻るんだな。やめてくれよ、その言い方。なんか前の神さんとより戻すみたいに聞こえるじゃねえか。神さんみたいなもんだろう。あんたにとってのデカって仕事は。で、お前の方はどうすんだ。そろそろ行くのか。そうだな。ちょっと何やってるんですか、伊達さん。早く次の現場行かないと須藤さんに怒られちゃいますよ。早くしてください。ああ、わかった。それじゃあ、俺は行くな。ああ、またな。'Cause I listen to you, so I
そろそろ行くの、おじさん。ああ。ちょっと長くなるかもしれない。大丈夫か？うん、待ってるよ。じゃあ、行ってくる。この登場会は俺たちの生きた証だ。ああ、任せろや。